エマ最高文久元年9月4日は、江戸時代の女性文人。雷三葉、浦上春勤の門人。名は、字は、細江、号は、小有別号に、祈山緑玉もある。小有名、伊天明7年5月20日、美の大垣藤江村に、大垣藩の医師、エマ乱祭の長女として生まれる。少女の頃から画を好み。 はじめ平安永感動の相玉、に指示して、牧畜画を学んだ。文化10年の10月、来山陽、浦上春金が大垣に来遊した折に、笑い者の社中となり、これより以後は死を山陽に、画を春金から学ぶようになる。大垣を離れることが叶なわなかった。最高は書簡による指導を受け、山陽非正の思考の多くが現存する。文政初年頃、 柳川聖岩、柳川高蘭、村瀬藤城らと死者、白王者を結成し、高科年間には、はじむき銀社、か江年間には、おばら鉄心らと、交際者を結成し、美の師団の中心人物として活躍した。か江四年に編まれた、はじむき銀社三周の賞本は現存する。文政四年、山陽が書簡にて、十世十英氏の上昇依頼し、 翌年に上落した際には、論史成立集の上書も行っている。文政7年、村瀬修水が、大垣の絵巻に2日間滞在。修水の兄であった、村瀬藤城と、白王社において、死のやり取りをする一方、弟の修水とは、何周画について議論する、という社友の交流は、生涯続いた。天保元年うるう3月13日。 山陽が帰郷する最高を、琵琶湖畔まで見送り、唐崎松下にて別れた際、唐崎の松下、山陽先生に廃止別る死の美練に、二十年中七度の別れ、未だあらずこの別れの言うも時がたきはと英字山陽は、後子の単語一遍、今の詩人の作らざるところ、またた、消せざるところなりと表している。この後、山陽は、 天保三年九月二十三日に五十三歳で、病没した。天保四年の八月に上落して、より家を弔問し、浦上春金、小石本随、山本梅一小高井仙、金子節草ら社友たちと鴨川の水亭にて、歓月する。また、この年の冬、社友の抜きな海奥が大垣に立ち寄っている。天保九年の正月。 来立採択にて社友が集まり、年始の記号をする。天保十二年、山陽の在世時より社中で話題となった小石、元随九蔵の地に日のり筆、ザウ倉山ズを臨車する。高下三年五月二日に、浦上春金が病没し、同年八月十三日、後藤松院が、浦上春金の亡き死を非制。河元年、死者、交際者を作り、 最高が射手となる。安政5年、来三木三郎が、曝里に追われ、大垣で、小原鉄心や細工がかくまうが、9月2日に、柳川星岩尾が病没して、妻のコーランと三木三郎が捕らえられ、翌年の10月に、三木三郎が処刑される。文久元年9月4日、脳出血により没。前葛寺蘭人しぼの隣に葬られ、 後藤松陰が細工母詩を書いている。エマ最高、牧畜図。ありがとうございます。